第3レーン伊藤君成田、第4レーン川島君市立船橋、第5レーン渡君東海大望洋、第6レーン大塚君日体大柏、第7レーン潜水君木更津総合、第8レーン田貝君専修大松戸。以上8名の出場で男子 800m 競走準決勝第1組が行われます。さあ準決勝第1組がスタートしました。市船、昨年のこの大会5位、1分54秒52という自己ベスト記録を持っています。さあそして2番目は日体大柏2年生の大塚君、昨年1年生ながら1分53秒21をマークしています。市立船橋の川島君を先頭に間もなく 400m です。54秒。さあ積極的なレースをしています川島君。さあ積極的です。さあそして2番目は大塚君。3番目は手見川の松田君。さあ川島君独走。さあ2番目以下混戦ですが、先頭は川島君市立船橋。1着1分55秒。1着の速報1分55秒04、市立船橋の川島君でした。